えー、それでは、えー、これからはあの今回、お発表いただきました皆様と、えー、会場からの質問、ご意見を踏まえながら、えー、お話を伺っていきたいと思っております。えー、とまず、ですねあのズームで2件あのご質問いただいております、えー、JHO 上越の、えー、と清水様2点、えー、質問が来ておるんですけれどもまず1点目なんですが え集落営農においてはえ雇用契約を結んでられるのかどうかというご質問が一つ来ております。こちらいかがでしょうか。はい、あの雇用契約はあの結んでおります。あの労働者名簿とかそれからあの雇う時のあれですねあの契約書とかそういうなのを整備しながらやってくださいというようなことになっておりますので、それで雇用契約というようなことになると思います。うん はい、ありがとうございます、えっと、もう1点ございまして、えー、農作業安全管理者の資格は、えー、具体的には、えー、どういうものなのでしょうか、例えば独自に設定されたものなのか、えっと、公的に何か、えー、設定されている資格なのかというご質問なんですけれども、はいあの。公的な資格ではなくて、JA 独自の資格であります。えー、ただあの狙いとしては あのそういう組織の方からですね安全意識を高めてもらう、そのためには、えー、受講した方からですねそういう意識を持って、えー、仲間たちに伝えてほしいというようなことでありましてそういうようなことから農協として資格を交付しているというような状況であります、はい、ありがとうございます。えっと、もう一点ですねあの ご質問いただいておりまして、これは多分、分あの永瀬様だと思います、えっとですね、建設業から林業に入っていて、林業は儲からないと思いませんかという、ちょっと作業安全は違うご質問なんですけれども、いかがでしょうかあのよく言われるんですけどあの、ま、今回のテーマの中とは違いますが、儲かります、はっきり言って。建設業は受け負い事業業業はい事事でですす林どちらかというとう補助事業になるんですが 建設業のやり方を実践していく中で、実際に儲かっています。12年間ずっと黒字経営が続いてますので、えー、だからやり方によってずいぶん違うと思います。あ、ありがとうございます。えっとその関連して林業で言いますと、あの吉田様、あがつま森林組合の吉田様、あの先ほどの、えー、プレゼンテーションの中で安全対策と経営発展というのはまあ両立できるという。 お話があったんですけれどもやはりあの安全対策をするために、えー、しっかり段取りをして、えー、それに基づいてやっていくと結果的に作業効率が上がったりその経営としても安定するっていうところがあると思うんですけれどもそういうところっていうのはあのどういうふうにその組合員の方がですねこう共有されるのかっていうところに非常に関心があるんですけれども。 どういったところに工夫をされて、そのえー、安全と経営のこう両立というのをされているのかというところを教えていただければと思います。あっ、吾妻さんあの、マイクがオフになってる、安全対策ですね。 まああのーまあ、実証するとまあコストがかかるということでまあ言われますが、まあ、そうではないと思います。あのー、取り組み方がを違えてしまうとまあ生産性がまあ低下をしてしまうということですかね。そこでやっぱり皆さん、勘違いをしてしまってまあ諦めてしまう。 特訓もまあそうでした。でも、コストはそんなにかからないんですね。まあ、先ほどまあ申し上げましたように、安全対策というのは、安全対策と作業方法、作業効率は三位一体であるということを考えてほしいと思います。まあ、効果としては、具体的に いうですね、事故の抑制ができるということと経営の向上、安定、全従業員の所得向上、雇用面の改善で今までまあ高卒者が現場職員になるなんて 考えられなかったですが、それができる職場にまあなったということ。それと、久米さんのお話がまあ出ましたが、これについてはですね、えー、久米がやっておる仕事ですね、えー、きれいな仕事をしていけば認められ、 と思いますですから私どもが、まあ、当然営業しなければ仕事っていうのはございません。でその時に私たちがやった仕事ですね山あの山は私たちがやりましたということでお話をしますと当然道脇であったり、えー、そういったところでも仕事してますので。 実際にそういったものを見ていただきますと、いい仕事を増しているということもわかるでしょうし、営業にもつながる。で、なおかつ、まあ、安全も意識してやっております。で、年2回候補誌を発行しております。まあ、その時には必ず安全面のことについてもえ皆さんに報告をさせていただいております。以上です。 ありがとうございええ、競合去年の,あの西神様、えー、命を守る運動として、ライフジャケットの着用率を上げるために、浮力合パの開発をされたというあのご説明を受けたんですけれども、はい、えこの結果あの、まあ、作業性も阻害せずに、えー、そのきちんと、 ライフジャケットのこう役割を果たすカッパを開発された結果、やはり皆さんのこう意識が変わったということはあるんでしょうかそうですね、やっぱりまあ、まあ、とにかくまあサバイバル訓練とかしてもらって、実際に海に飛び込んでもらっ,たってから、やっぱりあの実際、泳いでみて。 思ってたより動けなかったとか、やっぱそういったことから自ら感じてもらって、で、まあ、若者を、若い漁師はまあんとか泳げるんですけれども、これ親父やったら無理やなとか、うん、うですんで、も漁師の口コミでやっぱつけなあかんでっていうのを広めてもらうようにな,な,なったなっていうふうに感じてます。うん、あの、こうしたその、 ライフジャケットを着用するというのは何か研修のような形でも普及活動などされているんでしょうか。そうですねあの、命を守る運動の一環で、まあ、各漁協にやっぱ出向いて、うん、でそこでまあ実際にあの普段使って、漁に使っているライフジャケットを持ってきてもらったりして、でそこで実際に作動を体験してもらってで、またボンベ交換とかのメンテナンス、もう新しいのをプレゼントしてやってもらったり。 いろいろ工夫してやってます。うん、ありがとうございます。えー、JH 号越,越後上越の、えー、と清水様、えっ、ー、と今回まああの労災保険の、えー、加入を軸としたあの作業安全対策について、えー、発表いただいたんですけれども、えー、その組合員の方に。 ですね、こう伝えるために現場にしっかりこうその必要性などをです、ね、理解していただくためにあり必要なことというのはどういったところがあの挙げられるかというところをですねご教示いただければと思いますすそうですねあの研修会開いてもです、ねえー、そんなに人数集まるわけじゃないしそれからまたあの普及の方労災保険の加入見てもまだまだ ごく一部の方です、えー、ただあの意識しているのはいろんな研修会を開くとかそれから資格を取ったとか、えー、そういうようなものをですねあの農協の広報誌に出したりですねそれからあーあの新聞に出したりですねそういうようなことをしながらあの動いてる姿を <laughs> できるだけ目立つようにそういうような意識をしながら対応させていただいているということであります。なお広報誌でしますと毎月ですね大体あの農作業の安全に関する記事を出させていただいているというようなことでありましてそんな面から、まあ、できるだけ組合員の方から目に触れていただこうと。 というような意識をしながら対応させていただいているというようなこうしたあの労災保険の加入促進のこう取り組みをすることによって結果的にそのそのその作業安全をもっと自分たちしっかりやっていこうという行動変容につながった事例とかなんかそういったものがあればご紹介いただけませんでしょうか。 はい、あのー、ちょっと具体的に話しますと、えー、例えばコンバインでですね、えー、あのコンバインがあの転落したというようなことになってきますと、右に転落しますと下敷きになります、左に転落すると、えー、オペレーターの方がです、ね、飛ばされます、で飛ばされるとです、ね、どういう現象になるかというと、大体頭から折っていきます。 それからトラクターに乗ろうとする時に足を滑ったとすると後頭部から落ちますよね。それから降りる時もそうですしそれから燃料を、えー、入れようとした時に滑っておったということになるやっぱり後頭部から撃つということになってくると、えー、そういうような事例を紹介しながらヘルメット着用してくださいというようなことを意識しながら。 あの進めさせていただくということでありますの、ね、そんな面ではあの安全防護をしながらっていうな、えー、そんな面ではまあかなりあの浸透してきてるんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。長、えー、瀬様、えー、建設業からまあ林業にあの参入されて、あのその建設業でやられているその作業安全のですねプロセスをの林業の 現場にも生、えー、かしながらあの事業をされているということなんですけれども,もう実際にその建設業の,あの立場から見られていて他のですの、ね、例えば、えー、農業であったり水産業であったり林業、まあ、そうしたその農林水産業でもう少しこういうふうにするとより作業安全の、まあ、意識が向上するというような何、ね、かごあのアイデアとかですねご知見があれば 共有していいいただければと思まます、はい、あのすいません私は水産業とか農業のことはあまり詳しくないものですから、まあ、林業のお話から言いますと、えー、基本的にある建設業のように1つの現場また作業所に安全担当者という人がいないんですよね安全担当者がいないということは安全に気配り目配りをして指示伝達する人がいないということなんですねそうなると誰がやるかというと 班の班長さんであったり職長さんであったり、まあ、そういう方にやらなきゃいけないということになると非常に重荷になってしまいますよね建設業は本当に現場の主任技術者がいて現場の代理人がいて安全の担当者がいて3人いて現場を回していくという形になりますのでしっかりと安全の教育を受けた人間がしっかりと指導できるという立場にありますけど他の業種がそういうふうなことができるのかと。 い事業じゃない例えば補助事業であれば安全に対するお金というのはなかなか出てこないというふうに思いますので、まあ、そのあたりをどうやってお金,をお金をかけて安全教育をするかというところが非常に問題だと思いますけどこれは逆に言うとあの発注者側発注者側というか、ねえー、そちらの方にもいろいろと問題があるんではないかなというふうに思っています。 それを指示伝達をして指導する人間がいる。これによって安全が減るという形になりますので、えー、ハードだけではなくて、やっぱりソフトからやっぱり備えていくということが安全の第一歩だと思います。ありがとうございます。えー、j h 越後、えー、上越の清水様、えー、先ほどの長瀬様からその、えー、安全管理について、まあ、建設業であればそういう安全管理をする。 あの担当の方がいらっしゃってあのそこを担うというお話があったんですけれども、えー、実際にその農業の現場などにおいては必ずしも法人の方だけではなくてもあの個人とか家族でやられているというところもですね非常に多いかと思うんですけれども、まあ、そうした方々にいかにこの作業安全のこう意識をこう向上していただくのか。 まあ、あのやっぱり行動変異につなげていただくのかというところですね、まああの、農林水産省としても非常に、えー、どうやって進めていこうかというところですね、悩んでいるところなんですけれども、もしあのそうしたところで、えー、事例なりですね、なんかご知見があれば、ぜひあの共有していただければと思います。はいまだちょっとかくあの、えー、個人経営ってことになると、ちょっと限られた方なんですけれども、意識してるのは、あの、 労災保険の加入者に対して、えー、毎年研修会の案内、えー、3月と8月に、えー、研修会することにしておりますので、えー、そういうような研修会に出てくださいというようなあのご案内させていただいていますしもちろんあの、えー、それはあのーえー、労災保険加入者だけではなくて一般的にもあの農協の交付所対応しながら 加入あのそういう研修会にの案内をさせていただいているという,ようなことになっています。そういう、まあえー、言われるとおり、なかなか難しい。まあ、その決め手は何かあのそれを進めるのはということで先ほど、えー、お話しさせていただきました農協の候補紙が一番の手段じゃないかなと思って毎月、えー、出させていただいているような状況であります。ありがとうございます。 兵庫の西上様、もしあの漁業者に関しても同様に何かあのまあ個人でやられている漁業者の方もあの多くいらっしゃるかと思うんですけれどもまあそうした方にえその安全のこう意識をこう持っていただくため向上させていた,あの向上していただくための何かこう手法とかこう研修の伝え方とか何かこう ご知見あれば共有していただければと思いますえっとですね、まあ、やっぱりちょっと高圧的に着用しなさい着用しなさいっていうとやっぱりわしはええねんとかやっぱりあと漁業者もやっぱり高齢化進んでますしわしは今まで大丈夫やったっていう方もやっぱおられますやっぱまあそういった方はやっぱ周りからあの子どもや奥さんあの漁協にも女性部っていうのがあるんですけども。 そちらの方と一緒に活動を取り組んだり、まあ、あと子どもや孫からおじいちゃんつけてな、ちゃんとライフジャケットつけてなってそういうふうに言ってもらうように頼んだりしている感じですね。ありがとうございます。えっと、長瀬都県のあの長瀬様。はい。プレゼンテーションの中で。はい。 安全防護服についてあのご説明があったと思うんですけれども、まあ、事故を起こしてからよりは、はい、その未然にお金をかけてでも安全対策をすることによって結果的にあの経営の安定にもつながるというようなご説明だったかと思うんですけれども今回、えー、とこの使用されてますのが欧州仕様ということになっているんですけれども。はいこの 社員の方からの,あの反応とか評判というところですね、いかかがでしょうかあの防護服についても、ですね国内でもいいメーカーがあります、で非常に軽くて、夏場は涼しくて、動きやすいというものも非常に出てきてますんで、何枚か買い替えてきてますけど、やっぱりあの安全に作業する、あの安全防護服は今、法令で定めてきてますんで、当然、着なきゃいけないという条件なんですけど、 一番忘れているのがズボ,ズボンを履くんですね。でも一番ケアをするのは足なんですね。本当はチェーンソーブーツは必ず履かないといけないんですよね。やっぱり足はやっぱり動きにくいという。そういう近たびる方が楽だという方がいまだにいらっしゃるんですけど、やっぱりそこは安全のためにつけていただくということをルール化しています。うん、ありがとうございます。えー、妻新陸名の吉田様 もしあの作業安全の関係でその研修のです、ね、工夫の仕方であったり例えばあの防護服とかです、ね、あの新宿目安の方でも何か工夫されていることがありましたらぜひ共有していただければと思いますけれども、はい、まずあの研修でございますが、まあ、あの先ほど申し上げましたようにあの経営者と まあ事務所と、まあ、現場ですね、が同じ研修ですね、まあ、先ほど話をさせていたしたがりであったり物、干ばつ、それを共有することによって、えー、皆さんがまあ承知をするということ、それと先ほど永瀬さんがおっしゃったように、まあ、作業班長が重荷になるということ、まあ、これについては同じことを共有していれば、 そういったことをも腐食できるということになるんだと思います。それとあと、安全ズボンですね。えまあ、これについては有効だと思います。で、私どもが今使っている安全ズボンについては、日本製です。まあ、ここでメーカーを言っていいのかわかりませんが、まあ、東洋さんであったり、まあ、八戸の新肉本屋さんが出しております安全ズボンを 社協しております。まあ当然、あのチェーンソーグッズについても。ええ、皆が、入って、えー。チェーンソーを使った時には、まあ、作業をしております。以上です。はい、ありがとうございます。すいません、えー、農水省の山口ですが、ええー、と、永瀬さんに一つ、えー、お聞きしたいんですが。えー 建設業のその作業安全対策っていうのはその安全担当者含めてですね、えー、だいぶ充実をしているような印象を受けておりますが、えー、例えばその林業の方に参入をされて林業事業体等と一緒にこう作業されるようなケースっていうのももしかしたらあるのかなと思うんですけれどもそういう場合のその現場での運用といいますか、えーまあ 両方そのまあ体系が違う中で、えー、どういう形でその統一的な安全対策をやっているのか、あるいはそこがまあできないから、協業というのはなかなか難しい面があるのか、ですねその辺の実態について教えていただきたいんですけれども。はい、あの実際、あの林業の現場について、えーと、別の方が入られるということはありません。えー、自社で全てやるという形になりますが、逆に言いますと、建設業で取った請負いの仕事の中で、 例えば高速道路の森林の中の伐採、伐採があると、そういうときについては建設業のやり方でルールを決めてしっかりと指導をして林業従事者の方に建設業と同じルールで安全管理をやっていただいているとそういうことをしないとやっぱり、我々元請受け責任になってしまいますのでそういったことの安全管理朝の KY から始まって朝礼から中礼から安全指示そして 資格者証の確認、そういうものも含めて、すべて管理を私たちの方でやっています。そうしますとその、そういった形で、まあ、建設業の方うに、まあ、入ってこられるような形での林業の、えー、方々というのは、その辺はあは業務として、えー、そういった体系にはあのもう慣れていらっしゃるというか、はいえー、そういう形では、えー、対応できるような形になっているということでよろしいですかそうですね。 分かりりまましたありがとうございますそれからあの1つ、えーと、兵庫県漁業協同組合の西神様をお伺いしたいんですが、この、えーとあれですね、浮力カッパーですけれども、これ、非常になんて言いますか、えー、実用性のある、えー、事例だと思うんですけれども、こちら、あの今の段階では兵庫県内での展開ということでしょうか、その全国に普及する意味合いというのはかなり大きいように思いまして、 先ほどもそのマッチングミーティングの中でも紹介をということはありましたけれども、はい、現段階において全国的な普及というのはいかがでしょうか。一応あの、救命カッパがその桜マークを取っているんですけど、この浮力カッパも一応県外からの引き合いもあるようで、あの今まで売れた中の一部にも入っていますね。はい、展開的には、 全国展開も一応、誰でも買えるようにはなっているので、まあ、ちょっとまあその辺の告知がまだまだなのかなというのはあるんですけど、これから普及していってくれたらなというのもありますそうですね、すありがとうございますあの。ぜひそういう形で全国に、われわれもお手伝いできればと思いますので、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。ああのすみません、あの重ねて、日上様、この、えー、とカッパの開発なんですけれども。はい メーカーとこう協力してもちろんやられていると思うんですけれども、はい、この、えー、と開発については、漁連様の方からこうメーカー様にこう働きかけをされたのかあの、逆だったのかっていうところを教えていただければと思います最初はうちからですかね。はい、で、えーまあ、あのその26日の方でもちょっとお話あると思うんですけどそちらの方はまはあ、全漁連さんを通じて。あの メーカーさんがやっぱ業界と一緒に作りたいよっていう話があったので、ここで紹介していただいて取り組みに繋がっていきました。はい、ありがとうございます。あの、えー、発表者の皆様同士で、もしあのご質問とあればぜひあのいただければと思いますが、何かございますでしょうか。 はいあの越後上越ですけども、えー、冒頭あの農水省の方であのいろいろな補助事業の方ですけども安全教育の方もそのメニューの中に入れてというようなお話がありました。で今こちらで起きているちょっと現象報告させていただきたいと思いますけども今年ですね安全今日は8月にやった時とかそれからえー あの12月の、えー、管理者研修会やってるんですけど非常に参加が増えてるんです、うん、何かというと、えー、この研修会に出た人には、えー、参加証を交付しますということにしたんです、えー、してるんですその結果どうもなんか授業にあれすると、えー、研修会に出ないと具合悪いんかなというようなそんな感じで出られている方もおられるみたいなんで 一応あの状況を、現場の状況をお知らせさせていただきたいと思いますすありがとうございますあの私どももそういった効果というのを狙っておりまして、えーまあ、補助事業を受ける条件として、ですね研修に参加していることとか、保険に加入していること、こういったことをまあ求めるという形で、少しでもですね現場においてそういったものが利用されるようになればというふうに考えてございます。 もしあの他の方からも、えー、農林水産省あるいは他の、えー、講演者の方にご質問とあればぜひお願いいたします。よろししいででょうかではあの最後に えー、農林水産省山口政策課長から本日のシンポジウムを受けまして、えー、一言、えー、ご挨拶させていただきます、はいえー、と皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました、えー、先ほどもです、ね、私申し上げましたように、えー、農林水産業、それから食品産業におきましては、人手不足、高齢化などの課題を抱えて、今後、ますます作業事故の起きやすい状態となることが想定されております。 このような中で,です、ね、本日それぞれご講演あのお話もお伺いいたしました安全管理者の養成のための研修会実施あるいは経営の発展と両立されているその安全対策さらにはその独自の工夫で開発した浮力合パなりです、ね、あるいは建設業界の,その安全対策というのを林業の場でも生かしておられるという。 それぞれの現状について苦労されながらですね命を守るために作業安全にしっかりと向き合われているということが大変よく分かりました私もですね本日伺った取り組みを参考とさせていただきながら関係者の皆様のご協力も得つつですね農林水産業、食品産業を皆様が将来を託せる安心して働ける産業とするためにより一層作業安全対策に取り組んでいきたいと。 いうふうに考えてございます本日は誠にありがとうございました